前だ。ヘンリー、行くぞ。しかし、実は対比線に入るポイントが雪のせいで凍っていて、手前の信号がつかなかったのだ。ヘンリーはそれを知らずに対比線の方に進んだ。対比線では貨物列車がキッパーを通過するのを待っていた。貨物列車の機関士たちは車掌車で休んでいた。そろそろキッパーが来る頃だぞ。まあ待てよ、こりゃうまい。ここは最高のマキシマムドライブ。